はその場その場でいろんなこう、なんやろ、そんなことするみたいな発想がすごい浮かぶので、レスリーが面白いです。そうですよね、なんか幻想的というか。あーわー、大きな道路でバイクにまたがったかっこいいやつと、あとは初めてやった乗馬ですね。いや、もう可愛いなって思いました、あのちょっとの時間で。なんかそういう自然な感じも撮ってもらえてよかったし、ヒッピーなファッションも可愛かったですし、いや、イメージ正直できなくって、なんか撮る前はなんかいろいろ話してくれてたんですけど、なんかあんまりそれが想像できなくて、自分に置き換えてだったんですけども、撮影始まったらもう撮るたんびに今こんな感じのが撮れたよってすごい丁寧に見せてくれたりとかしてて、本当になんか世界観がすごい一枚一枚強くって、もう想像以上で。これは分かりますかね、もういわゆる彼シャツみたいな感じで、なんか彼が着てる大きいシャツを着た彼女みたいな。似合ってますね。ありがとうございます。まあでも絶対こんな人いないですけどね。なんでまあそのなんやろ、日常っぽい感じ、ここを渡そうっていうことで、もうメイクもほとんどしてないです、うん、すっぴんです。はい、じゃあ最後ですが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。